マイカ・ヘイルウッド、マイカ・ヘイルウッド、ミケ・ヘイルウッド、ウ1940年4月2日から1981年3月23日は、イギリス・イングランド出身のレーサー。フルネームは、スタンレー・マイケル・ベリー・ヘイルウッド、スタンレー・マイケル・ベリー・ヘイルウッド。二輪レースで、天才ライダーと称賛されマイク・ザ・バイクという、ニックネームでこれたほか、四輪レースでも活躍した。 1950年代から1960年代のモーターサイクルロードレースのロードレース世界選手権世界 GP で活躍し9回のタイトルを獲得。1962年に22歳という最年少記録で 500cc クラスのタイトルを獲得。これは1983年にフレディ・スペンサーが21歳という記録を達成するまで破られなかった。 世界 GP で3クラス250、350、500cc にわたり、タイトルを獲得した初のライダーで、以後3クラス以上のタイトルを獲得しているのは、現在のところフィルリードとバレンティーノ・ロット、マルク・マルケスを加えた計4人がけ、2000年にモートジッピーで遠藤入り、20代半ばの時期には、イタリアのメガボルト、アグスタのエースとして 500cc クラス4連覇などの、 圧倒的な成績を上げているが、後からメガボルトアグスタに加入したイタリア人のジャコモ・アゴスチーニが無から後押しを受け始めたこともあり、1966年から日本のホンダに移籍。アゴスチーニと激しい戦いを繰り広げたものの、500cc クラスでのホンダのマシンの性能、特に操縦性が M ・アグスタに及ばなかったこともあり、 500cc クラスの個人タイトルはアゴスチーニに奪われる結果となっている。ホンダは1967年限りで世界 GP を撤退し、ヘールウッドも主戦場を四輪レースに移したため、以後、アゴスチーニは快進撃を続け、延べ15もの世界タイトルを獲得することになった。ただし実力はヘールウッドの方が一枚上手と見る向きも多く、 ヘールウッドが1000級のマシンで2輪の世界 GP に出場し続けていたら、アゴスチーニが、あれほどの大記録を受立できたかどうかわからないという意見もある。行動仕様の難レースとして知られる、マンシマ、TT レースでも1979年までに14勝を、上げ当時の最多勝記録保持者だった、2011年現在、歴代3位体。あとに、 ジョイダンロップが26勝を挙げて、ヘールウッドの記録を更新したが、ダンロップは、マンシマ、TT が、世界 GP の冠を外されて、以降に勝利を積み重ねたのに対し、ヘールウッドは、マンシマ、TT が、世界 GP の一戦で世界の精鋭が集まっていた、時期に12勝を挙げているのに注目すべきという意見がある。ヘールウッドの十から十二勝目は百六十七年に、 ホンダ RC、ワークスマシンで達成しており、250、350、500cc、それまで最多勝ライダーだったスタンレー・ウッズ、主として、戦前に活躍の一生を一気に更新した。1965年の日本 GP では、メガボルト・アグスタ 350cc マシンで、ジャコモ・アゴスチーニのサポートを担当。同じメガボルト、アグスタのジャコモ・アゴスーニがリタイした後、 決勝レース中にもかかわらず予選タイムを大きく上回るラップタイムで走行し独走優勝。この際に記録された2分28秒9は鈴鹿サーキットの絶対コースレコード2輪と4輪を合わせ最速記録になった。このコースレコードはその後4輪には破られたが2輪では1972年まで約7年間破られなかった。 ヘールウッドは1967年の日本 GP の 350cc クラスにも出場し、ホンダのマシンで独走優勝している。1960年代の二輪レース界で実力ナンバーワンの天才ライダーと評されていたものの1970年代には四輪に転向する。1972年フォーミュラに欧州チャンピオン。フォーミュラ1にも参戦し、最高位2位。 ジョン・サーティースのチームやマクラーレンに所属していたが、最高のライダーと言われた二輪、GP 時代とは違い、会員1では、中堅クラスのドライバーという評価が多かった。1973年、クレイ・レガツオニが予選中にクラッシュした際、危険を顧みず炎の中に飛び込んで救出し、関係者から称賛された。1974年の事故で負傷し、会員を引退した後、 1978年に二輪の満島 TT レースに復帰。30代末という年齢だったが、若手現役ライダーに混じってレースし、ルカティでコースレコードを樹立して優勝。単なるエキジビション的な出場だと考えていた関係者を驚かせ、世界中で大きな話題となった。1979年も鈴木 RG500 に乗って満島 TT で優勝したが、 マイナーレースで、転倒骨折したのを機にレースを完全に引退した。1978年のマンシマ TT での勝利を記念して、ルカティはマイクヘールウッドレプリカというモデルを発売し人気を博した。1981年に、一般行動での交通事故により、8歳のマナ娘と共に死去、乗用車を運転中、前方のトラックが急に U ターンし避けきれず衝突。 ライバルだったジャコモ・アゴスチーニやフィルリードなどをはじめ全世界のレースファンが死を悼んだ。イタリック対話 FL 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。